今回のテーマはデジタルフォーマットパッケージの歴史と今後、オーディオの教科書第17回デジタル再生編のその7といたしましてお送りします。オーディオの教科書も第17回目となりましたが、本編としては今回が最終回となります。次回はデジタル編の総集編として皆様からのコメント特集を予定しております。まずサマリーです。1. PCM の実用化と 44.1kHz 2. その後のスタンダードとなった CD の登場 3. 手軽な録音機器として音も良かった DAT 4. 残念な終わり方をしたつなぎの製品 MD 5. SACD vs DVD オーディオ戦争 6. ハイレゾにおける DVD vs PCM 割って入った MQA 7. いろいろ聞きたいマニアの佐賀と PCM 統一の幸福、個人的には MQA 8まとめという内容でお送りしたいと思います。次のページ。 1. PCM の実用化と 44.1kHz。 まず40年代からあったですね、 PCM という技術なんですけれども、ハイファイ録音として録音再生で実用化が進んだっていうのは70年代になってからということであります。70年代の後半にですね、デノン、当時は電音というふうに言いましたけれども、こちらからですね、実は LP レコードが発売されて、私購入した記憶があります。 PCM 録音で一般的なテープ録音のテープ必須ノイズですとか、そういう SN 比、それの改善、それからワウフラッターが非常に少ないというような歌い文句でですね、非常に高音質で録音されたものをアナログ版にプレスしたというようなクラシックの LP だったんですけれども、当時それを買って聴いていたという記憶があります。でですね、当時 PCM 録音機っていうのはですね、記録する媒体としましてはビデオテープを活用していたということでありまして、このビデオテープの活用って言いますのは、今でいう映像をデジタルで録画するということではなくて、映像もまだですねアナログテープに録画していたという時代のビデオテープであります。このですねアナログのビデオテープ、これに収容できる情報量との兼ね合い、具体的に申し上げますと、人間の耳で直接認識できるのが 20Hz から 20kHz という制限がありますから、その範囲をカバーできて、なおかつビデオテープの情報量に収まるという、その兼ね合いであります。1977年にソニーと NHK がですね共同開発した機材、こちらが 44.1kHz ということになっておりまして、それまでですねこのビデオテープに収容できるという範囲の規格として 30kHz、 47.25kHz、 52kHz というような機材が各社で開発されておりまして、その後も 44.056kHz というような規格に統一されたという時期もあったようです。でこうした動きはですね、日本のメーカーに NHK が加わって、結構ですね当時はそういう分野に関しては日本が世界をリードしていたという状況であったようです。次のページに、その後のスタンダードとなった CD の登場、こちらは結構もう有名な話なんですけれども、録音機材にはいろいろまあ当時あったんですけれども、じゃあ再生の方をどうするんだと、一般の方がですねそれを再生するにあたりまして、再生専用パッケージとしまして、どういう規格にしていくんだということで、世界中で各メーカーがですねいろんな自社の技術をですね世界統一規格にしようというような一種競争が繰り広げられた時期があったんですけれども、その時にですねソニーがですねオランダのフィリップスを誘って、世界制覇、世界統一基準を勝ち取るという世界制覇を目論んだということがありました。フィリップスはですねその一つ前の世界のデファクトスタンダードの規格として、カセットテープというもののライセンス元でしたので、この両者がですねタッグを組めば世界制覇できるんじゃないかというシナリオであったということであります。両者の細かい調整っていうのがですね結構難航したそうなんですが、まあ、これも有名な話なんですが、当時のソニーの大賀社長、まあ、この方はですねオペラ歌手でもあったということで、カレヤンと親交があったという話があるんですが、この時大賀社長がカレヤンに言われたというふうに交渉しろという殺し文句をですね使いまして CD の企画が誕生したと。
この大きさ、それから収容できる録音時間というのが、カラヤンはですね、ベートーベンの第9をその1枚のパッケージの中に入れ込みたいというようなことを言っていたという話をフィリップスに持ちかけまして、まあ、これがですね、実際にカラヤンが言ったのかどうなのかというのがどこまで本当なのかという伝説的な状況になっているかと思うんですが、まあ、その辺のことがありまして、ソニーがフィリップスを押し切りまして、現在の CD 企画が誕生したということであります。次のページ。3、手軽な録音機器として音も良かったダット。で、この頃ですね、一部のマニア、それから業務用としまして、CD はあくまでも再生専用ですので、カセットテープと同じように録音も再生もできる機材を開発して売り出そうじゃないかという動きもありまして、DAT という機材が開発されました。カセット形式のテープで録音再生ができるというポータブル機器を実現したというのが DAT でありまして、非スタジオ、つまりライブ会場ですとかイベント会場などでのデジタル録音、こういうものも容易にできまして、まあ、非常に多くの恩恵を生んだというふうに言われております。で、すでにですね、このカセット形式のテープも以前使われておりましたビデオテープよりは情報量が多かったということもありまして、DAT については48kHz というふうになったようで、ここで CD の 44.1kHz と 48kHz ということで、少々また2つの周波数が一般向けの機器にも生じるようになりまして、混乱に拍車をかけたんではないかというふうに当チャンネルは分析しているんですけれども、果たしてどうなんでしょうか。まあ、今でもですね、多くの DAC にはですね、44.1kHz と 48kHz の2つのクロックを搭載するという羽目になってまして、ちょっとこれは無駄じゃないかと。このコストはユーザーが負担しておりますので、まあ、この時にですね、どちらかに統一してほしかったなというふうに思っております。映像系に関しましては 48kHz、音声系については 44.1kHz というような住み分けがあったそうなんですが、現状を考えますと、ハイレゾも含めてですね、その 44.1 か48の2倍、3倍、4倍ということで、BCM については周波数が存在しますので、なかなか悩ましいと。最近外部クロックということでですね、10MHz という外部クロックが多く発売されるようになってきたんですけれども、これもですね、44.1 と48、まあ両方の折衷案といいますか、本当はこれがですね、倍数で割り切れる数字の方がいいんですけれども、さすがに外部クロックを2つ周波数持つというのが面倒だということで、現在はその中間的な 10MHz と、いうものが一般化されてきたという、これも悩ましい状況があるかと思います。次のページ。4、残念な終わり方をした狭間製品の MD。で、その後ですね、1990年代にですね、Hi-Fi 再生については CD っていうのが一般化してきたと。一方で気軽に録音再生して楽しむカセットテープというのは未だにアナログじゃないかと。これをデジタル化しようじゃないかという動きがありまして、MD という製品が一時結構普及しました。一般向けの録音と再生がどちらもできる機材というものでした。で、この MD はですね、圧縮ですね、ロッシーの専用機なんですけれども、で、最後までこのですね、MD っていうのは PC との親和性が悪かったというようなことがありまして、これによって多くのユーザーがカセットに続き MD をゴミにしてしまうという悲しい現実が生まれました。まあ、具体的にどういうことかと言いますと、一時普及した MD ですね、これにいろいろ CD からダビングしたり、いろんな音源を集めて楽しんでいたユーザーがですね、じゃあその後 CD をリッピングしたり、ダウンロード音源ということで PC オーディオなどが普及しまして、 MD いらないよねと。で、外で聞くのも MD ではなくてメモリー型のプレイヤーっていうのが、 Apple が iPod というものを発売して、ソニーもですね、デジタルのウォークマンというものをメモリープレイヤーとして開発しまして、まあいわゆる今でいう DAP なんですけれども、そういうものが開発されていったその後の時代にですね、 MD でせっかく入れた音源をそこから移すという作業が事実上困難だったと。ごくごく一部の機器でですね、 MD をパソコンにリッピングといいますか、まあファイルを移すと、コピーするというような機器があるにはあったんですが、なかなか中途半端な価格で一般化もされず普及しなかったということがありまして、
で、もともと入っていたのがロッシー圧縮音源で、結構上の周波数を切り捨てた音源でしたので、ハイファイでもないということで、多くのマニアは MD を捨てて CD をリッピングする、あるいはダウンロードするというようなことをせざるを得ない羽目に陥りまして、まあ私もその一人なんですけれども、なかなかこれは悩ましい悲しい結末が待っていたということではないかというふうに思います。次のページ5、 SACD vs DVD オーディオ戦争で、ちょうどまあ MD がですね普及していた時期に、一方でハイファイ再生の方も CD では物足りないと、それを上回る音質のパッケージっていうのを一般化させようよという動きがありまして、80年代に世界を二分したビデオテープ戦争というのがありまして、でこの時ですね、同じように有力なパッケージの、この時はアナログの映像だったんですけれども、規格争いというのがソニー対その他、その他っていうのはビクターですとか松下ですとか、まあその他のメーカーがソニーと戦ったということがあったんですけれども、これは VHS 対ソニーのベータマチックという戦いがあったんですけれども、この時ですねソニーが負けちゃったと、これで相当痛い思いをした歴史がありましたので、この敗戦を繰り返したくないというソニーがですね、この SACD vs DVD オーディオという戦いで、まあものすごく必死になりまして、結局そこで CD の後釜となる、まあ形の上ではほぼほぼ CD と同じディスクというメディアで SACD というソニー陣営が勝利したということがありました。まあ事実上勝利したと。まあ現状ではもう DVD オーディオっていうのはほぼほぼ流通していませんで、まあむしろその後継となるブルーレイオーディオというのはまだあるんですけれども、一方の SACD に関してはジャズやクラシックというジャンルでは今でもワールドワイドで発売されているという現状になっていると思います。6、ハイレゾにおける DVD vs PCM。割って入った MQA で、その後の状況がですね、まあこの辺は皆さんもご存知だと思うんですけれども、 CD は CD でまあ流通していて、それを買うということはあったんですけれども、一方でファイル再生というのが一般化されまして、 CD をリッピングしたり有料でダウンロードされるダウンロードサイトでですねファイルを購入するということで、これをパソコンや NAS、 こちらに貯めておいてですね、 PC オーディオで聞く、あるいはネットワークオーディオで聞く、あるいはそれを DAP にコピーして外で聞くというようなことが一般化されまして、いわゆるファイル再生の時代になったと。で、その後 SACD の普及の時に CD を上回る音質というような需要があるということで、ハイレゾというのが結構ファイルのダウンロード販売などで一般化されるようになってきたかと思います。で、このハイレゾもですね、ここまでご説明してきました PCM の延長線上、 PCM ですからいわゆる CD と同じ規格の延長線上のデジタル音声規格とですね、一方で SACD の時に SACD で一般化しました音声規格の DSD というデジタル音声規格がですね、2つ両方存在するという状況になりまして、これが非常に悩ましいと。何が悩ましいかと言いますと、再生機器がですね2つ両方とも対応していかなければいけないと。で、実際 PC オーディオですとかネットワーク再生で PCM は再生できるんだけど DSD がうまく再生できないとかいう、まあユーザーによってはいろんな悩みを抱えたり、まあ、メーカーによってはそれを両方ですねできるようにしていかなければいけないということで、こういうコストやストレスも全て結局はユーザーに跳ね返ってきますので、まあ、この2つがあるということが悩ましいという状況であったんですが、一方で比較的最近なんですが、そこに割って入ってきたということで MQA という規格があるかと思います。ただでさえですね、ロスレスがあってハイレゾがあって、ハイレゾも DSD と PCM があってということで、ややしこしい状況の中でまた似て非なる MQA というものが入ってきたということで、状況は混乱の方向にまたまた向かってしまったということではないかと思っております。次のページ7、いろいろ聞きたいマニアの差がと PCM 統一の幸福、個人的には MQA で。じゃあそのですね PCM と DSD ってこれ
どうなってんのよということで見ますと、まあ未だにですね、これは決着ついておりませんで、DSD は確かに DSD の良さがありまして、音が非常に滑らかだというような評価がありまして、私もそのように思うんですが、ただですね、そこまでして DSD ってHi-Fi 再生のユーザー側で必要かということで考えますと、これも PCM に統一しちゃった方がいいんじゃないのと、 DSD で聞くという面倒さ大変さストレスを考えますと、全部 PCM でいいよねというふうに私なんかは考えておりまして、まあその方がよほど煩わしさから逃れられるんじゃないかというふうに思っております。まあ、今後ですね、ぜひハイレゾっていうのは PCM に統一していただきたいというふうに思ったりするんですが、一方でじゃあ MQA どうなんだということで申し上げますと、まあ、これ個人的な意見といいますか個人的な状況なんですが、 MQA のですね圧縮、このファイルを小さくするというのは私はどうでもいいというふうに思っておりまして、MQA 自体は PCM とほとんど同等に扱えるということで、これはこれであっていいんじゃないかというふうに思っております。 MQA に関しましては、まあ音源にもよりますが、個人的には PCM と若干味付けが変わってですね、いい感じのものもあるように感じておりますので、まあこれが PCM と混じっていたところでですね、使用上のストレスはあまりないというふうに感じておりまして、基本的には PCM と。で、MQA が混じっていても特にストレスもないので、MQA 自体は残っててもいいんじゃないかなというふうに、これはあくまでも個人の状況といいますか、個人的な意見なんですけれども、現在そのように思っているという次第であります。8、まとめ。ということで、長々とオーディオの教科書と、ということでデジタル再生編に関しましても本編が6回に分けてご説明してきました。まああくまでもこれまで私の方で理解してきた内容をですね、かいつまんでご説明させていただいたということであるんですけれども、まあその元となるものはですね、多くのメーカー、オーディオ誌、それからマニアのネット上で報告されていたものなどなど、多くのものを参考にして自分が理解してきた範囲ということでご説明させていただいたんですが、時々コメントで補足していただく、より詳しい方が補足や訂正していただくということもありまして、一通り現状で集合値として今オーディオっていうのはどういうものなんだと、どういう理解なんだということをまとめさせていただいてきたというふうに思います。今回特にですね、最終回としてパッケージの歴史ということで、まあデジタルがここまで一般化してきたということで、もう発売の時から、まあ未だにですね、日本では特にまだまだ CD っていうのが人気が衰えないという話もありまして、 CD という偉大なパッケージがあったんですけれども、それを取り巻く環境としまして、周波数の不統一、それから DSD なのか PCM なのかというフォーマットの不統一などがありまして、ユーザーはいくつかの規格に対応していかなければいけないということで、デジタルっていうのはちょっとややこしい、人によっては難しい、もう CD でいいんじゃないというユーザーも少なからずいらっしゃるようですが、そういうやや難解なデジタルに関しまして一通りお話ししてきたということであります。次回はですね、このデジタル編にいただきましたコメントの中から抜粋してご紹介するという回をもちまして、このオーディオの教科書シリーズの最終回とさせていただくということを予定しております。今回の動画は以上となります。よろしかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。